なたたち兵士なんでしょ。これくらいさっさとやっつけてよ。無茶を言わないでくれ。はあ、助けに来たわよ。みんなこっちよ。助かったわ。おい、ちょっと待て。そうだ。それが何？何ってお前、犯罪者の言うことを信じるはずがないだろ。この騒ぎもお前らがやったことじゃない。そんなわけないでしょ。助けるふりをして俺たちから。あったまきた。ユニ、口を動かす前に手を動かしなさい。お姉ちゃん。そこの兵士、私を捕まえたいなら。え、ただしここのモンスターを片付けて全員でだから、ちょっと。あんた、それを。もちろん本気よ。私はあなた、ありがとう。危ない。助か、今の私じゃない。え、もしかしてまた。たとえ犯罪者と罵られようと、人をたノワールさん。なんだかわからないけど、ユニ、一気に片付けるわよ。女神候補生が相手してあげるわ。さあ、相手は誰かしら。次のターゲットはあいつね。このターンで決めるわ。行くぞ。確実に仕留める。まず行動、人生の基本ルールね。華麗に決めるわ。私のターンね。私、狙い撃つわ。さあ、相手は誰かしら。この私が、ちょっとやばいかも。このターンで決めるわ。頼もしいわね。ああ、そう、よかったわ。わかった。お前たちは大丈夫なのかよ。そう思うんだったら少しはサポートしてよね。ああ、お姉ちゃん、やっぱりすごいな。遠いな、お姉ちゃんの背中。さあ、着いたわよ。お前たち、ちゃんと助けてきたわよ。逃げ遅れた人、本当に助けてきた。当たり前でしょ。うお、すげえ。助けてくれて、ほ、あなたたちのおかげで市民も我々も救われた。え、あれ、この状況で手錠をかけられる。あんたら見かけによらず強いんだな。まあ当然ね、ユーニ。こんな人たちが犯罪者のはずない。ちゃんともう一回調べろよ。そうだそうだ。ああ、わかった。やった。そうね。それにしても、宿ならうちを使ってよ。ホテルのいい部屋よ。本当？あ、でも傾斜を待たせ。ノワールさん、傾斜？あなた本当に突然現れるわね。ノワールさんのことが心配で。待ってなさいって言ったのに。しょうがないわね。ま、その人、あなたの知り合い？ありがとう。お言葉に甘えさせてもらうわ。ノワールさんと外でお泊まり。勘違いされるような言い方しないでもらえる？でも本当に良かった。こうやって少しずつ分かってくれる人が増えていくと助かるんだけどね。今日はゆっくり休んで、明日から頑張ろう。あれ、ここは？ほら、もたもたしてないで行くわよ。うん、わかった。
こらこら、そんなにくっつかない。ナワールさん、ユニさん、どうしてノワールさんの隣にいるのが。誰？かわいそうだね。け、私は監視なんて言い訳だ。そばにいたいって思っては。憧れにも似た感情、友達以上のそばにいたい。でも彼女の隣で笑っているのはあの妹。私は妹というだけで隣にいられるユニ。けど君は友達なのに彼女の隣にいない。そのおかげで君はノワールの隣で笑うことすらできなければ、笑顔を向けられることもない。そう、あの邪魔な妹がいるから、あの妹ユニさえいなければ、あそこには君がいたはずなのに。ユニさんがいなければ私が、あそこに。イメージしてみるんだ、ノワールの隣で笑っている自分の姿を。ノワールさん、寂しいね、ケイシャ。ユニさえいなければ君はノワールと二人でいられたのに。ユニさえいなければ。ノワールは優しくて強くて、自分を犠牲にしてまで人を守ろうとする。まるでヒーローだ。いつも傾斜を守ってくれる、困った時には助けてくれる。傾斜だけのヒーローだったのに。ユニがいるから。そう、ユニがいるからもうノワールは君を見てくれない。ユニが、ユニさえいなければノワールさんは私を見て。ここは。目が覚めた？ケイシャ、ノワールさん。この間の一件である程度は自由に動けるようになったけど、何から情報を集めようかしら。やっぱり今は私のことより戦争を止めるのが優先よね。けど傭兵組織の情報なんてどうやって。おーい、お嬢ちゃん、あんたこの間の地下鉄で活躍した子だろ。え、あ、ええ、そうだけど。ならよかった。ちょっくら仕事を手伝ってくれないか。別にいいけど、内容を聞かせてくれる？仕事でどうしてもある鉱石が必要なんだ。自分で取りに行きたいが、どうも腰の調子が悪くてな。わかったわ、それを取ってきてほしいってわけね。話が早くて助かるよ。あ、けど気をつけてくれよ。その鉱石があるダンジョンにはモンスターが住み着いてるんだ。まあ、けど嬢ちゃんならまあ大丈夫だろう。心配ありがとう、任せておきなさい。うなされてたみたいだけど、悪い夢でも見たの？夢？そっか、またあの夢を。これで何度目だろう。
またってどういうこと？いえ、実はここ最近ずっと同じ夢ばかり見ていて。体調でも悪いのかしら？ちゃんと休んでる？私は大丈夫ですよ。見ての通り元気ですから。本当かしら？顔赤いわよ。ちょっとおでこ出しなさい。ノワールさん、顔が近い。コーラ、じっとしてなさい。熱が測れないでしょ。ないわ。ケイさん、とっても可愛いもの。ずっとこうしていたいくらいよ。そんなことありませんよ。ノワールさんの方が。私の方が何？いや、そのノワールさんの方が。誰？私です、ケイシャさん。目覚めました？ユニさん。ユニ、鍵は開いてるから入ってきていいわよ。その声、お姉ちゃん？どうしてお姉ちゃんが傾斜さんの部屋にいるの？ノワールさんが私の部屋にいたらいけないって言うの。傾斜さん？ユニ、私が傾斜の部屋にいたのは起きてこない傾斜が心配になったからよ。でも傾斜さんが起きてこないのはきっと疲れてるからだろうって言って、さっき自分で情報収集に行くって。そうだったんだけど、どうしても傾斜のことが心配になって戻ってきたのよ。いつの間に戻ってきたんだろう。ノワールさん、ありがとうございます。私はもう大丈夫ですから。本当に大丈夫なの？私たちと違ってあなたは普通の女の子なんだから、今日はゆっくり寝てなさい。わかりました。ノワールさんがそう言うなら。じゃあユニ、私たちは情報収集に行くわよ。うん、わかった。じゃあ私たちは出かけるわね。ケイション、お留守番よろしく。ノワールさん、どうして私を一緒に連れて行ってくれないの？傾斜さん、体調悪いんでしょ？だったらおとなしく寝てた方が。あなたには聞いてないわ。そんな言い方しなくたって。私は本当のことを。傾斜、あなたを連れて行かないのはあなたのことが心配だからよ。私のことが心配だから？本当にそれだけなの？本当にそれだけよ。途中であなたが倒れちゃったら私すごく悲しいもの。分かったわ。ここに残る。私、ノワールさんに悲しい思いをさせたくないから。ありがとう、ケイシャ。それじゃあ行きましょうか、ユニ。さてと、ここが例の場所ね。パパッと終わらせましょ。モンスターがいるって言ってたけど、静かすぎるような気がするわね。気をつけるに越したことはなさそうね。分かったわ。なんとかここまで来たわ。やはりこのレベルになるとソロンは厳しいわね。傾斜が心配でユニを置いてきたけど、連れてくればよかったかしら。でんぼやいても仕方ないわよね。さあ、頑張るわよ。傾斜さんに嫌われてるのかな。別に悪いことなんかした記憶ないけど。考えすぎよ、ユニ。きっと体調が悪かったからたまたま機嫌が悪かったのよ。そうなのかな。傾斜さんからはなんというか嫌われてるというか憎まれてるというか、そんな感じがするの。気のせいよ、気のせい。そんなことよりもまずはどこから情報を集めていきましょうか。情報って、
その前にお姉ちゃん、さっきからちょっとくっつきすぎだし、くすぐったいよ。姉妹なんだからこれくらい普通よ。ほら、あなたももっと私に体を預けなさい。私を置いていったのは、私がいると二人で仲良くできないからだったのね。ノワールさん、どうして私じゃダメなの？私が可愛くないから、私が他人だから、私がただの友達だから。なんかお姉ちゃん変。姉妹水入らずなんだから恥ずかしがることないわよ。ユニ、いつものお姉ちゃんじゃない気がするけど、どう見てもお姉ちゃんだし。あら、そんなに私の顔が見たいの？どうぞ、もっと近づいてもいいわよ。こっちか！お姉ちゃん、ふざけるのもいい加減にして。怒ったユニも可愛いわね。やりづらい。てか、お姉ちゃん、若干キモい。町から離れているとはいえ、こんなのがいるなんて聞いてないわよ。光栄に思いなさい。手加減なしで相手してあげる。相手は誰かしら。このターンで決めるわ。私のターンね。私が攻める番よ。相手が誰でも私が投げ払う。相手が誰でも私が投げ払う。今度は私が攻める番よ。見てもらっていいわ。洗練された戦い方というものを。さ、今度は私が攻める番よ。誰にしようかしら。素直に回復した方が良さそうだ。相手が誰でも私が投げ払う。鉱物はこれくらいあれば大丈夫よね。遅くなって心配かけるのも悪いし、そろそろ帰らないと二人が心配するわね。そろそろ時間か。どうしたの？何か一人でブツブツ言ってるけど。ううん、なんでもないわ。私のことはいいから食事を続けましょう。はい、ユニ。じゃなくて、どうして情報収集してたのに食事になってるのよ。お腹が減ってはなんとやらよ。食事は大切なことなの。それはそうなんだけど、このアーンは姉妹としてどうなの？何言ってるのよ。姉妹だからこそこれくらい普通なの。ほら、あなのに、あーんしてる。私だってまだノワールさんにしたこともしてもらったこともないのに。なんだろう、
すような痛々しい視線を感じるんだけど。気のせいよユニ。そんなことよりお姉ちゃんもユニにおーんしてほしいな。恥ずかしいよ、さっきからやってることが恋人同士みたいだよ。腕を組んで歩いたり、肩を抱いてきたり、手を握ってきたかと思ったら恋人つなぎだったり、今この状況だってお腹が空いたからってお店に入ったら当然のように隣に座ってるし。普通よ普通、仲のいい姉妹だったら誰だってするわよ。しないって。お姉ちゃん変てか、なんかキモい。なんなのよずっとベタベタして。キモい、キモいってユニがそんな言葉を私に言うなんて。うわ、ごめんなさい、今のはちょっと言い過ぎたかも。たまには姉妹の絆を深めるのもいいかなと思って今日は頑張ってみたんだけど。ふん、そんなに迷惑だったなんて、ごめんなさいユニ。泣くことないじゃない。私のノワールさんを泣かせた、私のノワールさんを。また何か寒気が。ユニ本当にごめんなさい。だからお姉ちゃんのこと嫌いにならないで。私はお姉ちゃんのこと嫌いになったりなんかしないよ。私お姉ちゃんのこと好きだから。だからもう泣かないで。そう、ユニは私のことが好きなのね。よかった。じゃあ続きましょうか。まさかの嘘泣き。もうなんなのよ。お姉ちゃんは朝からこんなだし、ずっと見られてる感じはするし。ああ、誰か助けて。これで依頼完了ね。ああ、確かに助かったよ。それじゃあ私は急ぐからこれで。おう、またな黒いお嬢ちゃん。もう戻ってきたのか。残念、タイムリミットね。あれ、どこに行くの？楽しんでくれてありがとうユニ。本当どうしちゃったんだろう。急にありがとうだなんて。もしかして離れ離れになってた時間を取り戻そうとしてくれてるのかな。だとしたら私もお姉ちゃんにちょっとだけノリを合わせた方がいいのかな。ノワールさん楽しそう。私といる時よりずっとずっと。そんなに妹の方がいいの？あの子さえいなければ。ノワールさんは私のことを見てくれるのかな。もうダメ、これ以上見たくない。ノワールさんが私以外の誰かと仲良くしてるところなんて。さてこれからどうなるか実に楽しみだよ傾斜。また訳もなくこの町に来てしまったでござる。ユニ殿、拙者に気づいてくれ。そして唯一普通に話せる女子。拙者好みのタイプは金髪巨乳のはず。なぜ真逆のユニ殿にここまで惹かれるのでござるか。うん、あそこに見えるのはユニ殿。おお、ユニ殿。帰りが遅くなっちゃったわね。早く帰らないとユニたちに余計な心配を。この女子はラステーションの女神。危なく見つかるところだったでござる。しかしどうしてここに。あそこにいるのユニじゃない。あ、お姉ちゃんお帰り。早かったんだね。早かった？確かに依頼済ませてすぐ戻ってきたけど、早いってほど早かったかしら。お姉ちゃんいつまで立ってるつもり？
その、ほら、早く私の隣に。え？隣？って、何よ、そんなにくっついて。いいから、いいから。お姉ちゃんがしようとしてることは、もう私、わかってるから。どういうこと？まあ、あなたがそこまで言うなら、隣でも構わないけど。ちょうどそこでクレープ買っておいたんだ。はい、あーん。どうしたの、ユニ。何か疲れてるの？確かに、ここ最近は忙しくて休む暇もなかったから、甘えたくなるのはわからないでもないわ。でもね、ユニ、姉妹であーんはどうなの？なんで？以前、お姉ちゃんがどうとか言っていたでござるが、それがラステーションの女神だったとは。まさか、ユニ殿がラステーションの女神候補生。この私に傷をつけられる相手がいるな。